はい、こんにちは、ケイでーす。よーす。今日はね、はい、初めて、うん、まあ、ポンコツに、うん、仕事来ちゃって。マジで？うん。いや、マジでってなるよ、それ。来る？うん、普通。なんか来ちゃったんですよ。あ、そう、うん、いや、ありがたいことじゃないですか。うん、ありがとうございます。ということでね、今日はポイントヒーローっていうね、このゲーム、そう、このゲームをぜひやってくれと。おお、ありがたい話じゃない。マジかと、僕はマジかと言いました。いや、本当に言わねえだろ、マジかと。マジかと、ポンコツでいいんですか。ポンコツですよって言ったんですけど。確かにポンコツだからね。と、うん、いうことでね、これ今日やりたいと思います。これがポイントヒーローっていう。そう、まあ、なんかどう初めてだから、どうしたいですかって言ったんですよ。まあ好きに遊んでくださいって。ゆるゆる。ゆるゆるやな。まあ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 。っていうことなんで、はい、とりあえずやります。わかりました。僕何にも知らないです。ええ。今本当に座ってるだけ、横で。僕ちょっとやりましたから。なんかこれでどういうゲームなの？これね、ゲームです。いや、大体、それ大体見ればわかる。大体ゲームって大体わかる。すっげえ気がする。まあ、なんか、なんだっけな、敵を倒すとか。そう、敵を倒す。ああ、もうそれだけで十分十分進歩した今、情報的には。だいぶ情報がだいぶったもっとだから超えてしてって。そう、敵を倒すゲームです。なるほどね。以上。え、終わり。やたらと可愛いね。まあせっかくなんで、ちょっとじゃあバトル進めていきましょう。お願いしますよ。せっかくだからね。じゃあバトルと。何にもわかんない。で、ここでね、うん、この左の禁断の地っていうのと、うん、天空の楽園ってあるじゃないですか、うん、でこの天空の楽園っていうのはイベントステージみたいなものなんですよ。で、左が通常ステージみたいな。こんな感じです。でみんなと遊ぶとこだと思う。そうそう、なんかね、マルチでね、いろんな人とこうできるらしいんですよ。マルチプレイもできるんだ、うん、だからすげーな、幅が広がるってね。へー。まあだから今日は一人で遊びます。そうだね。だろうね。ってことでね、この邪神ハーデスを封印しようってこと、ね、何それ。邪神ハーデスとか普段絶対口に出さないよね。なんかゼウスとハーデスらしいっす。どういうこと？え、らしいっすって言われても、いやいや、何が何からしい。いや、全然わからない。このゲームの中の設定ね。いや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 、何がボスがとかさ、そういうのあるじゃん。昔々、そのゼウスとハーデスが戦ってましたんだよね。あ、で、そうそうそう、我々はゼウス側なの。そう、ゼウス側。あ、ゼウスガワってない。ゼウスガワね。ゼウスガワっていうのまた、いや、ややこしいね。ゼウスガワなんです。いや、ハーデスっていうのが敵なの。そうそう、邪神ですから。それ言わなきゃ分かんないよ。ハーデスとゼウスなんですよ、じゃね。じゃない、じゃない、そのハーデスを封印するのね。で、そのね、で、そのハーデスに、うん、この要はさ、戦ってる時にヒーローたちがいたんだって、たくさん。そう、戦いに行く。あ、でもハーデスを倒すヒーローがいる、うん、そう、うん、そこでなんかハーデスに封印されちゃったらしいんですよ。あ、敵が。そう、敵、それを解放しようっていうね。そういう目的みたいです。あ、そういう目的なんだ。はい。だからね、うん、どんどんね、作っていきましょう。なるほど。なんかやたらと煙たいけど、後ろも。要は、これはだからそのハーデスの霧なんですよ。あ、ハーデスが、まあ、ハーデスの霧っていうか、ハーデスがこう、封印したっていう。そうそう、霧なんですよ。で、クリアしていくとこれが解放される。霧なんだね。うん、で、いきますよ。まあ、僕ちょっとやりました。今何、今始まる、うん、で、なんかスッ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 いかないで置いてかれ、何にも分かんない。ちょっとやったんですよじゃねえ。何今スンって触ってる、何を触ったの。え、今じゃあ何にも分かんないから戻ってやるよ。いやいや、なんで動いてない。始まりのね、草原。あ、これこれが、ステージ。あ、これが何、一面で最初の面。そうです。で、さ、始まりの試練もうやったんだけど。あー、それが最初の。じゃ今日はこれちょっと読めないっす。何これ、漆黒の鉄骨兵。多分そうです。これやりましょう。はいはい。で、まあまあこんな感じ。何にもわかんない。メンツが5人選べますから。やたらと可愛いね、映画。そうそうそう。まあ、みんな女の子なのこれ。いやいやいや。え、女です。え、どれ？この戦士とか男でしょ、これ。え、女じゃん。いやいや、まあ、どこに目ついてるの？いやいやいや、目の話じゃないよね。目じゃなくて、感性の話だから。そうそう、男か女か。これ戦士は男の子です。これ男？これ。かっこいいですよ。美少年ですよ。確かにね。美少年です。確かに。一応、レアです。女じゃん、これ。これ男でしょ、見ても。そう、はい、女の子みたいだね。まあまあまあ、そういうことですよ。あとはみんな女。いや、多分この子も男じゃないですか。ああ、ほんとだ。どっちかというとちょっと、え、動物が入ってますか。そうだね、耳入ってるよ、うん、はあ、なるほど。まあまあ、そういうことですよ。なるほどね。とりあえず行きましょうか、せっかくなんでね。なん5人で行くの。5人で行きます。バトル開始します。はい。あ、もうやってるんだよ。1回なんかやってんの。もう僕さっき始まりのやつだけやりましたから。あ、やったんだ。ちゃんとチュートリアル受けて勉強してきましたからね。あ、チュートリアルとはさっきのやつやったんです。そうそう、俺何にも分かんねえ。何今なんかシュギンってなったよ。何これ、何これ、何これ。で、来ましたよ、来ましたよ。何が、何が、そしたらこうやって分かんない、分かんない。移動してこうやって入って、何、どういうこと。そうすると
配置ができるんですよ、これ。あ、配置をするの。そう。で、こっからね、敵がどんどん出てくるから。うわぁ、気持ち悪いな、おい。攻撃は、近づいてきたら自動的に。あ、自動攻撃。やります。いや、こいつはこのエリアで攻撃できますよ。あー、なるほど、ね。こいつはこのエリアで攻撃できます。すげえな、敵の頭すげえ尖ってんだ。で、今これ2体しか出してないのは、うん、ここの早口だな。ここのね、ここの、マナっていう、この、これ、紫のマナっていうね、これはゲージなんですよ。これが溜まると、これ召喚ができるんですよ。あー、なるほど、ね。こいつはみんなヒーローなのね、ヒーロー。あ、はいはいはい、ポイットヒーローだから、ヒーローあで、ポイットするってことか。まあそこはちょっと確認しないと分かんない確かに確かにで、こうやって出せるわけですよ、どんどんね。これが溜まればこう召喚できるんです、こうやってこうやってね。じゃあ全員やればいいじゃん。そうそう、今も全員倒します。で、これ全室に。これターンとかあんの？ターンないっす。もう溜まり次第。そう、溜まり次第で、敵を倒すとこれが溜まるんですよ、紫のマナがね。そうするとこれ召喚ができるんです。で、今も全配置できたんで、うん、もうこうやって見てるんです。あとはじゃあね、鼻くそじてるこうやってやつれるまあまあ、それは今はこうやって、うん、で、この配置の位置とかも重要で、うん、今弓矢ってやついるじゃんか。あ、上で今撃ってる。こいつ射程距離がすげえ広いんで、遠くまで攻撃してくるんですよ、うんうん、で、この手前に。あ、じゃあ上にいた方がいい。そうそうそう。で、この騎士っていうのはもう前だけみたいな。このあ、タイプがあるの。このね、この女のね、うん、はい、で、この戦士はちょっとだけ届くみたいな。そういうような魔法使いみたいにするわけですよ。で、こうやってどん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 こう、あ、なんかマークが違うね、キャラの光のマークってこと。そう、まあ、これがそのキャラの職業っていうのがあるんですね。で、これで攻撃すると。で、今もう自動でこう敵が来るのを待ってるだけと。あ、なんかでっけえでっけえボスですからね。でっけえな、急にロボ感がすごい強い。こうやってね、こうやってね、こうやってね、例えば今僕これ、このピンクの髪の女の子、うんうん、この子ね、魔法使いなんだけど、こうやってね、こうやって合体させると。何合体。そうするとこう必殺技を取ってくるんですよ。シューンってね。いや、どういうこと。もう一回やって、もう一回やって。こうやってやると、ね、必殺技、ドーンってね、スキルを使ってくれるわけです。スキルはどうやったら使う。あ、どうやったらっていうか、何、ゲージとかない。このこれです。あ、それもマナーを使う。こうやって押すと、このほら、右下に4って出てるじゃん、うん、これが要は月消費マナーみたいな、ね、ああ、そういうことか。で、今みたいに必殺技を出せると。ああ。これで勝ちました。あ、なるほど。これでワンセット終わりです。ちょっとね、もう一回やってほしい。いや、もう初めてだから情報がもう一気に流れ込んじゃってとりあえず一旦ショートしてますパンクした。一回パンクします。一回パンクした後全部抜けてったからさ、後半の情報はぁ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 で終わったからこういうゲームです。なにこれ、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 なんかそれじいちゃんって言うのやつ。そう、これがもう、これもヒーローです。あ、キャラなの。うん、このキャラです。すっげえじいちゃん、ヒゲがすげえな。これもゲットです。あ、キャラゲットできる。このままたキャラゲットできます。へぇ、このキャラですね。これは女の子でしょ。俺は女の子でしょ。だよね、よしよし。そこを一回整理させないそこいやいや、だって分かんないんだもん、それ以外何もまあまあまあ、今よのようなようでやると。ちょっと、もう一回やって、もう一回やって。じゃあもう一回いきますか。次のやつやって。はい。なんか報酬絆。もう全部初めての情報だから何にも分かんない、まあまあ、じゃあもう一回だけ戦いましょうか。あ、ちょっとお願いします。その後、じゃあせっかくだからガチャでも引きます。あんだ、そういうのも。ありがとう。あ、本当のガチャってガチャにしたい。じゃあもう一回これいきましょうか。はい、お願いします。いきます、バトルスタート。はい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 、はい、行きましょう。メンバーはもう今ので。そうそうそう、もうとりあえず5人です。うん、これ何だよ。これも気になった、このクレーやつ。これがですね、その要はハーデス邪神のさっきのやつが置いてったクリスタルなので、うん、これをね、今浄化してる、今のさ入ってった子いるじゃん、うん、あの子が浄化をしてくれてるわけですよ。あ、自ら入ってったな。そうそうそう、うわーってなったんじゃないの。そうそう、俺だからそこがまず分かんなかったから。で、浄化してってて、その間、要は浄化してる間に、うん、君たちはこのモンスターを防いでたっていう。あー、なるほどね。そういうことです。あ、そういう設定、ええ、あー、はいはい、なるほどね。で、バン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 攻撃します。あ、で、設定できる位置とかが決まってる。そうそう、で、これ移動とかもいいですからね。移動は何だ。この青いエリアだったらいけます。あ、移動は暗は、あ、何も消費しないんだ。そうそうそう。で、このまま、まあ、じゃあ間違って置いても大丈夫ってこと。間違って置いても最後、あとちょっと離したいとかね。うん、うん、そういうのできます。で、これ倒すとかもあるんで、これ持ってこれ遠距離の人は上を置いた方がいいんじゃない。んさっき弓矢君も上に置いた方がいいんじゃない。こいつですか。うん、で、ちょっと移動しましょうか。ちょっとやって、ちょっとね、今敵が準備してますそういうタイムあるね。あ、いいじゃんいいじゃん。で、こいつのほらエリアはここですよ。だって、あ、なにそういうのもあるんだ。ここが、ここまで攻撃してくれますよ。あ、二つ。あ、なるほど。それ狭っ。狭いでしょ。狭そう。前だけですから、騎士ですから。あ、それは騎士だ。騎士なんで。へー、前魔法使いです。弓矢です。めっちゃ強いじゃん、上の人で。回復させてくれます。めっちゃ最強じゃん。バン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 。バリエーションいいじゃん、めっちゃ。バン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 打ちます。で、これ何、最初から手に入ったの。そう。え、最初からこのセットはもらえるの。そう、もらえます。
あ、この右の女の子はガチャで引きましたけど、あ、そう、そこの左の2はもらえます。スタート、スターティングメンバーですね。あ、めっちゃいいじゃん。そう、ビンビンビン打ってきます。これと、そうね、スキルとか見れますから。あ、なるほどね。そういうことができますからね、スキルって見れます。ラストウェイブ、はい、ラスボスですね。ラスボスラスボスもう始まりの森で来ちゃう。なんだっけ、森草原か。この面のラスボスですね。ボスね。そうそう。もうラスつけなくていいと思うよ。ラスボスでいい。A はね、こいつも例えばこうやって合体すると、合体バヒューンって言ってくれるんですよ。ね。合体バヒューンじゃねえ。合体ってなんですよ。スキルは。いや、重ねるとやってくれる。スキルを発動してくれる。重ねなきゃいけないんだ。重ねちゃう。スキル。重ねなきゃいけないです。この1対1と重ねて。ね、あ、いいんじゃない。ボス出てこねえじゃん。もう今確か、あ、こいつです。あ、でかでかでかいな。お湯です、お湯です。すげえな、うん、尻尾2本あるよ。バンバン、いや結構強いですね今回ね。全然来ない、やばいやばい、やばいね、これやばい、バンバン使って、ちょっと使って、バンバン使います。これ結構やばいです。まくらってんじゃん、こっち今回強いです。もう一回使います。もう一回使います。もう一回ビュンとね、ビュンと、おお、はい、やりました。なるほどね。こうやって、まあなんとなく戦い方はちょっと今こういうゲームです。あ、でこの人が今ちょっと終わったよ、終わったよって、もう浄化できたら、ほら綺麗になったでしょ、黒から。少し、そんな変わってくれない。少しクリア、あ、前の方で、ね、少しクリアになって、確かに少しクリア、なんかもっとクリアになるのかと思っちゃってたから。でこれね、あのレベルも自分のレベルとお金とギル、ギルですね、お金をギル、そう、あ、ギル、ね、あ、ギルギルもらえて、お金のことね。そうで、ヒーロー、この個々のレベルもこうやって上がるわけですよ、これ経験値もらって、うん、どういうことね。ヒーロー経験値と自分のランクとも上がりますと。あ、キャラは、育成は、そう、こうやってレベルそういう感じで、連れてきゃレベルも上げれるってね、こういうことですよ、はいはい。で、またこうやってまたもらえた、ゲットしました。あ、なんか新しい、新しい、これ新キャラじゃないですか。またおじいちゃんかな。またおじいちゃん、あ、違った。あ、なんか、ちょっとおじさまですね。ちょっとおじさまはなんか弓か、弓じゃん。あ、この人いいんじゃない。ヒルデブラントさんですね。え、ヒルデブラントさんですね。ヒルデブラント、すごいね、名前が。うん、こういう感じで仲間になりますよ。あー、なるほどね。はい、まあこんなバトル、バトルの仕方はこんな感じです。まあちょっとこんな感じですね。はい、でこれがちょっと理解できましたよ。これ何ですか。これはクリスタルです。クリスタル、これガチャ回すためのこれゼリーみたいなやつ。これクリスタルなんですか。そうです、まあ、硬いです。あ、硬い、結構柔らかそうなんだけど。でも硬いです。硬いんですね。これがクリスタルです。硬いかどうかいいよ。これは、クリスタルって硬いです。分かったよ、硬さ聞いてねえよ別に。あ、クリスタルの硬さはいいんだよ、うん、で硬い方がよくガチャが回るね。いやいや、硬いのは嘘です。嘘をつくんじゃねえよ。嘘をつくんじゃないよ。で、要はクリスタルがゲットできたらガチャを回せるんですよ。あ、ガチャはこのクリスタルで回せるんだ。5個でね、1回回せるんです。あ、なるほど。ちょっとじゃあガチャ回そうよ。もういっちゃいますよガチャ。あ、じゃあ何、もう一回ここボスとかあんの。じゃあまあガチャいっちゃいましょう、ね、いっちゃう、うん、はい、はい、じゃあね、うん、最後ガチャをやりたいと思います。ガチャあんだね。ありますよ、レアガチャ。もうガチャがなきゃダメでしょ。まあ楽しいしね。そう、ガチャは確かに楽しい、まあ、ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキですよ。しすぎだよ。しすぎだね。そんな興奮してる、うん、普段ガチャ引くとき。普段してますよ。あ、本当に、うん、スッと引けるね。俺の場合スッと引けるはいいけどね。でね、これ、これです、このさっきのクリスタル。あ、18個これでレアガチャが回せます。うん、さっきのその緑の絆っていうのこれね、うん、これはね、強化素材をゲットできるガチャ。でまたこちら青いやつですね。あ、今ガチャがいっぱいあるんだ。で今度オーブガチャとなります。へー、これは僕持ってないんですけど。あ、持ってないんだ。そう、進化オーブってゲットできますね。へー、今回はレアガチャをセクダンで、うん、なんか一番上なんこれ SR ってなんこれ。これはもう超強いですよきっと。 SR が何、当たり、まあ、当たりでしょ、この星4つだからね。星4が一番ちょっとね、わかんないっす。まあ、確かに、まあ確かに、聞きすぎました、私。まあ、お前も始めたばっかだ。あ、なるほどね。そうそうそう。まあ、でも多分そうでしょ、こんだけ上にね。うん、まあ、違ったらごめんなさい、はい、まあ、でも強いと思いますよ、うん。でも出現割合上昇中とかで。ヒーローゲットですから、これをします。レアガチャ。はい。で、これが、うん、まあまあ。多分まあ強そうだよね、なんかね。戦場を切り開く聖戦士ですか。すごいね。絶対強いでしょ。マルキア。名前、女の子やね。名前強いでしょ。戦場切り開いてくれるわけだからね。でまあ、これ狙いで、まあ、こういうガチャがあります。なるほど。連続ガチャいっちゃいます。いっちゃう、3回1回ガチャします。まあ景気よく、景気よく連続ガチャいっちゃいましょう。一発ね、行くね、行きます。連続ガチャ出たらすごくない。もうもう最強ですよ。いや多分まあ4だろう、4が多分一番ぽいね、ぽい、じゃあ行きましょう、まあ、連続ガチャ。はい、頑張ってください。行きます、3回分回します。頑張ってください、お願いします。はい、これ何、どういう感じなの。あ、本当に何、ど、何これ、何これ、本当にガチャ、精度が分かんない。ガチャガチャポンですね。あ、ガチャガチャポン、1個が、1個がポン、1個がポン、すごい、もう何、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 
分からない。あでも、でも4じゃん、星4じゃん、絶対強いじゃん。これ強そうじゃない？だって金だもん、絶対強いよこれ。あ前兆あるんだね出るかもよみたいな、なんかすごいそれ出るかもよみたいなそういうのあんだね、はい、すごいすごい、次なんか強そうだね。イエーイ、何今の。あ銀だ、あやっぱ金がいいんだ。前兆がありましたね、これほら。すごいすごい、 R だ、 R だ、 SR がいいんだ。そうそうそう、あなるほど、すごいね、いきなり出たね、やったよすげえ。おお、いや金はやっぱ金出たじゃん、これも R です。やりましたね、すごい。はい、えちょっと見してさっきの、すげえすげえ、これ絶対強いじゃんね、金だもんこいつだけ。もう目に余裕があるもんねなんかこのスッていうこの何目に余裕がある、なんかもう余裕あるじゃん私に任せなさいみたいな表情表情がさ難しいな。いやすごい、まあこいつは魔道士ですね、魔法系なんだ、うん、強いじゃん絶対これね。円スキル、円形大範囲内の敵に中攻撃の爆発する。でもさっき魔法使い連れてったじゃん、うん、あれを多分スキル使うとこいつもこういう強いのダーンって発射する。なんか出撃とかスキルとかがちょっとなんかまだ分かんないけど、うん、僕も分かんないっすこれからやってってことですか。そう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 、対種族効果とかなんかいろいろあるんだよね。そうそう、これねまだ僕勉強してないっす、うん、ここはね、まあ、とりあえず強そうっていうのは伝わってきます。そうそうそう何パンテオン、マーリンさん、マーリンさんね、これ名前で合ってるよねあだって大丈夫だよね今読んだはいいけど違ったらどうしようとか常にここにあるやつかと思う違う人も見てる、違う人も見てみて。あ、よかったね、名前でしたね。そうですね、ワイルドマリエルさん、これな名字があるのこれ。いや、ちょっとそこもちょっとまだなんなんだろうね、わからないっす、なんかわかんない、ちょっとまだわからないっす、まあまあ、なんか種族っぽくない、うん、なんか耳生えてる人ワイルドじゃない二人ともだっていやいや、本当に本当にえ今の人もワイルドだってよ。ちょっとせっかくだから勉強しよう、ヒルメンツ見てみようかね、見ようよ一覧でね、うん、えどこでワイルドって書いてない、例えばワイルドとかね、エンシェント、エンシェント、難しい、知らないやつこれ弓なんですよ、弓、この弓おじさんね、うん、そうそうそう、で、この人はエンシェント、この人もエンシェントえ、何エンシェントは何、いや、エンシェントはこの人型なんじゃない、そうなのかな、いや、わかんない。で、この人はパンテオン、うん、これ何、卵かぶりの人なんパンテオンは卵かぶりやらない、それ違うでしょ、それあ、おじいちゃん見よう、おじいちゃん見よう、おじいちゃん、ワイルドわかんないよ何が見たまんまですね、見た目、見た目の話これ。そうです、こいつはワイルドみたいないやいやいや、見た目で決めてんのこれきっとね、僕より詳しい方いるから多分そうだね、教えてくれ、うん、多分まあこのまあまあタイプ系じゃない、多分ね、なんかその種族というかなんかそういう系なんだろう、ね、ちょっと分かんない。でこう盾はさっき言った騎士です、要は狭いけど、そうそう、まあ、持ってくれる。でこの剣は、ね、この人、この人、これ何、これ、これね、強化装です。あ、これが強化なんだ。ね、そうそう、要はパワーアップするやつですね。あ、パワーアップする。これね。で、の下にもいいんじゃん。こうですね。これワイルドですね。ワイルド？ワイルドなの？そう。あ、でもなんか木とか持ってる人はワイルドってこと。魔法使いですね、この人ね。確かに杖が木だもん、ね、うん。そうそうそう。この人は魔法使いです。で弓矢さん、弓矢さんと、うん、あとこの、ちょっと見て、みんな見て。これ、これでもパンテオン。これの回復数字にしてなんかアイドルみたいな子だね。そうそうそう、回復するんですよ。うーん、まあまあまあそんな感じじゃないですか。はい、じゃあね、そんな感じです。はい、まあ今日はこんな感じですこんな感じにいかないまあでも面白そうだよね、うん、なんか難しそうだけど、ちょっとね、やってて難しいっす、うん、やっぱガチャでも引きたいな、うんうん、ガチャはクリスタルを集めれば引けますか。なるほど、うん、固めのやつね。固めかどうかいいんでしょうはい、じゃあ今日はね、はい、以上になります、はい、本日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバーイ。